僕の誕生日を覚えていたのか。同郷の者以外に祝ってもらえるとは驚きだ。誕生祝いなどもう随分と前に飽きたと思っていたが、今年は愉快な一年になる気がしてきたぞ。送った招待状が無事に届いたようだな。祝いに来てくれたこと嬉しく思うぞ。故郷では王族として民たちから祝われてきたが、こうして学友たちと誕生日を過ごすのも悪くないな。結果が分かってることってやる気になんない。もっと面白いことしよう。送った招待状。悪い気はしない。お前は僕を恐れない。誕生日の準備には大いに気を使う。万が一パーティーに招きそびれて悲しむ者がいてはいけないからな。